中急いで撮影している風 YouTuber 全部やらせ演出ヘロいぞー。今日はですね、令和の国宝浜辺美波ちゃんがよくわからぬ音楽配信者マロリーとリュウガのリュウガ24歳と5歳が発覚。これガチで怒ってます。イライラしてます。なになに。週刊文集何がしによりますと、自宅の合鍵を渡す親密な間柄、浜辺の自宅マンションを訪れたのは男女ポップデュオマロリーとリュウガのメンバー。リュウガは自分らが持っていた鍵を取り出し、慣れた様子で入っていき、しばらくするとリュックサックを置いて出てきたとか。ひー、利益取るわこれ。ポップデュオで、はい、先生正直がっかりしてます。だって私と同じぼっちだと思っていたのに。あ、だってこのリュウガってやつ登録者5万人だよ。女と分けたら2万5千人だよ。こいつと変わらんやん。しかも言うほど男前じゃないよ。そんで曲は良いけど量産型だよ。いいんですか、いいんですか。取材に対してこのリュウガは、親しい友人の一人であり交際の事実はない。どんなこと。いいの浜辺のみなみちゃん、こんなのでいいの。こんな登録者5万人の貧乳マニアでいいの。リュウガ、浜辺みなみ様に失礼だぞ。それもそう、この二人をつなげた、国宝浜辺みなみをつなげたのは、あの YouTuber、パパラピーズの、カオデカジンジン。あいつ、おのれ!いや、すっごいキラパスしてんじゃねえよ!やっぱお前か。いらんことしよって。ああ、もう、違うんだよ、お前。お前、もう、浅いんだよ!浜辺みなみはな、浜辺みなみはな、こんな小物じゃなく、もっとビッグな、有名で将来のある。いや、違うぞ。断じて違う。お前ごときの知名度を活かした人脈じゃなく、お前ごときがおすすめするような、一見良い人でもなく、ただの素人。本当に良いやつで、将来性のあるやつで、ただの素人。そういうやつ。そう。一番大切なのはここ。有名になりたいとか、みんなを笑顔にしたいとか、好きなことで生きていくとか、そういった横島な考えを一切持たない、そんな男前を紹介して欲しかった。お前の周りにはいねえだろうけどな。なぜなら彼女を輝かせるために、頑張るやつじゃないといずれどちらかが破綻する。てめえらみたいなよくわからない承認欲求の塊、現代が生んだ病的欲求者の、配信者なんかと、ルイは友を呼んだ人脈。やめてくれ。違うんだよ。浜辺美波は違うんだよ。たまたま美貌を手にして、たまたま良い役を次々と手に入れた、まな板お嬢様なんだ。確かにお前らごときにそんな友達はいないのはわかるが、それでも、違うんだ。全部が中途半端。もうそれならドバイの石油王の方がまだマシだよ。知り合いの石油王に連絡しとこか?しかし、両者の事務所は否定しているそうです。てかったー。